皆さん、こんばんは。投資の隠れ家へようこそいらっしゃいました。さてさて、今回は今週の株価を振り返っていますよ。今回もとっておきの情報を提供していきますので、最後までごゆっくりとお楽しみくださいませ。AI による株の買い時がついに始まりました。今後はこの動画による資産の公開や投資のテクニックについても話をしていきます。ぜひこの機会にチャンネル登録をお願いいたします。ではでは、始めていきます。 今週の日経平均株価は下落し、先週末日で59.65円安い27,453.48円で終えました。2月22日に米国の連邦公開市場委員会 FOMC の議事要旨、23日に1月の米国個人消費支出と p c e デフレーターの発表を控えていたことに加え、週の初めの20日は、 米国市場が祝日で休場だったこともあり、週の前半は2万7500円水準の狭いレンジで推移する硬直感の強い相場展開になりました。その後、米国連邦準備制度理事会 FRB の利上げ長期化観測が強まり、長期金利が2022年11月以来の水準に上昇しました。さらに、ホームでこの弱い決算なども嫌気され、 2月22日の日経平均株価は大幅に続落し、一時は2万7000円に接近する場面も見られました。しかし、祝日明けとなる2月24日の日本市場は、前日の米国の NVIDIA の予想を上回る決算を受けて、東京エレクトロンなど半導体株に買いが波及しました。さらに、直日銀総裁候補の上田氏らの初心調子での発言内容が伝わったことで、リバウンドの勢いが強まり、 1一時2万7500円に接近するなど22日の下落分を埋める上昇を見せましたこのまま AI 予想の通りの動きとなれば来週の日経平均株価は下落してスタートすることになるでしょうこのような状況を踏まえて今後の株価は非常にボラティリティの高い動きになると見ていいでしょうただここから AI 予想ではしっかりと買いで進むことを示唆していますので勇気を持って余裕資金で買い進めましょう このチャンネルでもその他の投資についても報告していきますのでぜひこの機会にチャンネル登録をお願いいたしますそれでは明日も絶対に見てくださいねいいかお前ら株式投資は完全に自己責任だぞ自分で考え自分で決めろよ絶対人のせいにすんなよじゃあ明日も絶対見てくれよな